ジョゼフ・アール・マクユイングは、アメリカが州国ペンシルベニア州バックス軍、ブリストル出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち、現在は、MLB のシカゴ・ホワイトソックスの三塁コーチを務める。内外やどのポジションでも卒なくこなす万能な守備を誇り、発するプレーを連発することからスーパー・アジョーの愛称で、親しまれた。 1992年の MLB ドラフト28巡目で、セントルイスカージナルスから指名され、プロ入り。1998年9月2日にメジャーデビュー。翌1999年は主に二塁手や外野の3ポジションで頻繁に起用され、レギュラーに定着。規定打席にも到達して152試合で打率。275、9本塁打、44打点。 7盗塁を記録した。2000年3月にジェシー・オロスコとのトレードでニューヨーク・メッツへ移籍した。メッツではレギュラーにはなれなかったが、毎年100試合前後に出場するなど、スーパーサブとして重宝された。2005年3月にメッツを自由契約となるが、ほどなくカンザス・シティ・ロイヤルズと契約し、同年は105試合に出場した。2006年はヒューストン・アストロズ。 2007年は、ボストンレッドソックス参加トリプル A 級、ポータケットレッドソックスでプレイし、2008年1月16日に引退を表明した。引退後は、シカゴホワイトソックス参加のマイナーで監督、コーチを歴任した後、2012年からは、ホワイトソックスの三塁コーチ、2017年からは、ベンチコーチ、2021年からは再び三塁コーチを、務めている。 カージナルス時代の監督のトニー・ラルーサは全力プレーが持ち味のマクユーイングを非常に買っていた。2000年3月にトレードされた際には別れを惜しみ、記念にマクユーイングのサイン入りのスパイクをもらい、監督室に飾った。移籍後もセントルイスでの試合ではファンから温かい声援を受けていた。そのラルーサは2021年にホワイトソックスの監督に就任し、 マクユーイングはコーチとなって再会した。ありがとうございます。